こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。今日は遅刻に文句を言っていけないというね、えー、動画、前も作りましたけど、まあ、今回ね、会員さんとやりとりしてて、まあ、非常にいい理解と事例を出してくれた会員さんがいてね、あこれ、動画のネタにね、あるいはこの、 急いでもしょうがないというか、その日本と、ね、オーストラリア人の感覚の違いを説明するのに、まあ、すごいいい事例だなと思ったのがあったんで、知らさせていただきます。会員さんから8月の2日に連絡が、質問がありました。まあ、EMS について教えてください。7月29日に日本を発送しているはずなのですが、オーストラリアにまだついてないようです。これまでこんなに時間がかかることはなかったのですが、これは何か問い合わせをした方が良いでしょうか よろしくお願いします。で、それに対する私の回答。日本を出てから到着の早いまで1週間かかることもあります。このケースに当たると時間がかかります。どういうケースかというと、子供が熱を出したり、本人が体調を崩せば気楽に休みます。そして休んでも職場の誰も困りません。なぜなら休んだ人の仕事を代わりの誰かがやるという仕組みがないからです。まあ、何言ってんのって感じだと思うんですけど、まあ、日本から 出た荷物は通常日本の、ね、飛行機に乗ってきますので、オーストラリアには、まあ、期日通り土日も関係なく、ね、日本を出て翌日に届きます。しかし、オーストラリアでその荷物を受け取りする人、荷物を受け取りしてピッてバーコードを読む人、あるいは読んだものをチェックする人、この人のうち誰かが、ね、体調を崩して休んでるとか、子供が熱出しちゃったとか、ね、旅行で日本にスキーに行ってるとか、 えー、旅行で日本に寿司食い行ってるとか、まあ、そういう予定が入った場合は予定っていうかそういう事情で休んでた場合は代わりに誰かピッて読む人とかねチェックする人がいなくなりますんで、えー、その仕事がもともと何人も出やる仕事でなければ、ねえー、止まりますだから荷物が届いてるのにその先進まないと置きっぱなしという状態になります嘘だろっていう感じ日本人の考え方だと嘘だろって感じなんでしょうけど まあ嘘じゃなくて、それがもうオーストラリアの普通の仕事の進め方なんでね、だから期日通りに届かないとか、受け取りが始まらないとか、うん、まあそういうこともありますね、とねいうことで、覚悟しといた方がいいというか、よくありがちなことです。で、さらにね、これなんか質問い合わせをしたところで、えー 何かその問い合わせをしてね、日本だと、あちょっと遅れてるの様子見たらどうですかって言うかもしれないし、いや、調査お願いしますって言超ば調査するでしょうけど、オーストラリアでね、え何言ってんのと、ねえ、だってまだ数日しか経ってないじゃんと、1ヶ月経ってから質問してこいよという感覚です。まあ、そこまではね、返事書いてないですけど、実際問題、そういう感覚なんでね、でこの人何言ってんだろうっていう感じなんですね。で、 それについての会員さんの回答、これが感想が素晴らしかった、ね。新婚旅行でオーストラリア行ったとき、レストランで料理が出てくるのが遅かったので、ウェイトレスに文句を言ったらものすごく驚いた顔をしていました。隣の席の地元の人もびっくりした様子でした。今から思えば料理が遅くて文句を言う人,は,言う人はオーストラリアにはいないですね。いないなのですねよく理解できました。ありがとうございますと。と いうのがね、本当、こちらがありがとうございますって感じなんですけど、そうなんですよねあの、料理が出てくるのが遅いとか忘れてるとかね、何かそういうことがあった時に、いきなり日本だときちんとやるのが当たり前だからね、なんで来ないんだとか、何やってんだお前っていう調子でつい行ってしまいがちなんですけど、オーストラリアの場合はね、 別にどれくらい遅れたか、まあ、これ書いてないから分かりませんけど、まあ、きっと30分も待たなかったんじゃないかなと。だから驚かれたんじゃないかなという気がします。で、実際ね、えー、それを聞いての、まあ、これは直接的な話じゃなくて、レストランの作法としてね、まあ、注文後30分は黙って待つのが作法です、ね。その間飲み物を飲んだり喋ったりします。まあ、飲み物が15分以上出てこなかったらね、えー、それは、つたつたと。 大抵、ねえー、よほどのレストランじゃなければバーカウンターがあったり飲み物を、ね、頼んでも驚かれないので、行って自分で注文すると、もう一回ね、えー、ダブルになっちゃう可能性もありますけど、まあ、それは後から言えばね、チェックした後から言えば、それはああ、そうなのってことになることも多いですし、まあ、何よりもね、飲み物遅いんだったら、その店は遅いということでね、早くできる方法があるんだったら、自分で早くしちゃう方がいいと。 まあ、レストランだったらバーカウンター行って自分で注文して持ってくるっていうのが最も早い方法なんで、まあ、そんな感じかなと。まあ、あるいはね、飲み物を、えー、頼んだんですけど、大丈夫 ね、念のためダブルチェックですみたいなね、下手に出るというか、まあ、別に怒ったり文句をする場面じゃないですね、1回目、1回目は。明らかにね、嫌がらせで差別されて出されないんだったら、それはまあ別にね、怒って帰っちゃったっていいですけど、まあ、普通は単に遅いとか忘れてるだけなんで、まあ、あの頼んだの、出てくるよねって、ね、喉乾いて待ってんだけどさみたいな感じで言うのが、まあ、オーストラリア。ねで 注文忘れてるる場合もあるんで食事もね30分後に来なかったら忘れてないかのみものと同じようにね一応チェックなんだけどみたいな感じでねまこのままだとお腹空すいて倒れるかもしれないみたいなねえ感じでまあそこまでのねえ嫌味は言わなくていいんですけどまあ少なくとも文句を言う場面ではないとこれはまあ日本では使わない気配りが必要ですでまあ私もヨーロッパいろいろ行ってね えー、ミシュラン掲載店とかをね、星付きとかね、単、えー、に載ってる店とかいろいろいと思ったんですけど、そうじゃない店とのね、えー、際立った比較。ね、これあの、ミシュラン掲載店って別に味云々以前にね、あの予約ができる、注文したものはきちんと出てくる。これはヨーロッパやアメリカ、オセアニアでは普通のことではないです。ね、何言ってんのこれも何言ってんのって感じだと思うんですけど、あのー、例えば、ミシュラン掲載店じゃないと起こること。 食事に行ったら臨時休業だったと、ねえー。Google マップで調べてレビュー見て、Google レビューいいねと。お、ね、い、えー、しそうだね。あ、営業はしてるね。で行ってみたらね、えー、やってない。勝手に臨時休業、ね。臨時休業の紙すら貼ってない。いや、もしかしたら臨時休業じゃなくて6時オープンだけど、その日はたまたまね、8時オープンだったのかもしれない。でもそういう次元の、えー、ことがよく起こります。まず、ミュシュラン掲載店だったらこれは起こ,れ起こり得ない。 何しろミシュランっていうのはね、車でドライブする人向けのガイドブックが発祥。で、旅行先で食べた方がいいかどうか、わざわざ寄る価値があるかどうか、おすすめできるかって観点でね、えー、掲載店を選んでますんで、まあ、味うまいまずい以前にね、旅行で行ったのに臨時休業だったらしょうがなかったとかね、予約が入れられなかったらね、行けるかどうかわかんないとか、そういうのを、えー、解消できるんだなというのがね、えー、ミシュランのガイドブックの意味なのかななんていうふうに思いました。まあ、あるいは、 食事に行ったらよく入ってなかったということもないと。これ理由はね、この動画とか、まあ記事にはね、書きにくいんで、まあ、察しがいい人、あるいはヨーロッパに旅行予定がある人、ね、えー、アメリカ、オセアに旅行予定がある人、まあどういうレストランがいいかね、まあ別に、私はレストランより好きなんで、それ相談していただいても構わないんで聞いていただければですけど、まあヨーロッパでミシュラン未掲載の、しかも超高級店に行くとありがちなのが、 あの予約したはずなのに入ってないと言われるとこれはあのよくね、香港あたりの映画でね、えー、アジア人の金持ちが題材になっている映画でよく見かけるネタですけど、まあ実はネタではなく実際にあります。まあそれは店の背景とか客層を考えれば当然起こることなんでね。で、そういう店もミシュランは掲載してないです、基本的に。まあそれからガラガラなのになんでここだのという席で案内される。まあこれも同じ理由ですね。まあ、ただこれ残念ながらミシュラン掲載店でも ある地域とかね、客層によっては起こる。あるいは、その店のマネージャーか店員の考えによって起こりますけど、まあ、そういうことがね、起こるのは海外。まあ、レストランについてはね、理解しやすいということで、このオーストラリア大罪、えー、提供してくれたね解説しますけど、まあ、大切なのみんなに共通で関係あるのはここからなんでね、Amazon とのやりといで大切なこと。 ま、レストランでのね、作法とか、えー、注文の確認方法によっても、それだけ日本と日本以外の国だと違います。で、よく言われる、ね、ことわざ。語に入れば語に従い。まあ、これもともとね、英語のことわざなんでね、えー、ローマ、ローマではローマ人のようにしなさいということわざがあると。まあ、それになれば、当然オーストラリアではオーストラリア人のようにしなさいと。で、オーストラリアでオーストラリア人がどのようにしているかを私に確認してから、アマゾンへの質問や購入者への返事をしてください。 当然ね、オーストラリアにいないんで、実際オーストラリア時間どうするか、目にすることは少ないと思います。まあ、今回の会員さんのようにね、あ、そういえばと、オーストラリアの体験があると、まあ、腑に落ちた、よく理解できたみたいですけど、これ実際ね、あんまり海外出ない人とかね、海外出てもせいぜい旅行で何事もなく帰ってきた人は、なかなかわかんない、ええーね、でしょ、そんな、そこまでひどくないでしょ、ということなんですけど、ひどい、ひどくないじゃなくて、まあ、えー、これはまあ、普通に。 の考えで現に、ねえー、アメリカアマゾンに日本の常識を押し付けてねアカウント削除された人がたくさんいます、ね、い一時アカウント削除とかね複数アカウントの作成に熱を入れてたことがあっていろいろ調べましたけどあ、まあ、この人たちこう,こうね日本の常識を押し付けて削除されたんだなという節が感じられる記事がね結構たくさんありました、まあ、彼らはうざいからあるいはクレーマーだと思われてアカウント削除されました しかしね、彼らは私のサポートを受けずに取り組んでたわけですから、まあ、だからこそ削除されてるんですけどね、えー、なんで削除されたか理由を分かってないと。あの誰かのサポートを受けてても、アメリカでは当然ね、えー、あるスリーアウト制とかね、アメリカ人の考え方に乗っ取ったルールが全く分かってないと。何しろ、えー、日本に住んでて輸出に取り組んでる人ってね、えー、まあそうは言っても、ね、あのうまくいく人はうまくいく。 パワフルだし、運がいいし、ね。だけど、サポートまではその人できない。なぜならね、アメリカ人がどういう人たちがアマゾンで働いてて、どういう考えで日本人と接してるかっていうのは分かってないというとね、だいぶサポートとしては役立たねえんだなっていうのを感じることがあります。まあ私はオーストラリアだけでなくアメリカにも住んでたことがあるんでね、まあそれはまあアメリカ、アマゾンでそんなことすら削除されるのは当たり前という気がするんですけど、まあ、分かってない人結構たくさんいる。 まあ、オーストラリアではそんなことが起こらないようにね、サポート、えー、あるいは情報を提供してきますんで、まあ、しっかりと、ねえー、しっかりとというかね、応用に構えて、その、遅いとかね、間違えたということについては、応用に構えないといけない。時間を守るとか、ただ働きも仕方がないとか、お客様が偉いなんていう日本人の常識は、これは世界では非常識です。えー、オーストラリア、アマゾン、ね、 アメリカ資本のアマゾンのオーストラリアの、えー、支部ですからアメリカあるいはオーストラリアの常識で付き合わないと付き合えません。日本の常識ってあの日本以外だと全く通用しないんでね、えー、ちょっと遅いとか、なんで間違いががってたこの野郎とかね、えー、そういうのを、ね、あの露骨に出すと即、 まあ、オーストラリアはまだ即まで行ってないですけど、アメリカだともう即ですね、即退場という形になりますんで、まあそういった意味でもね、オーストラリア、あるいはアマゾンとの付き合いでは、遅刻や間違いを咎めてはいけないというのをね、念頭に、えー、サポートしてますんで、えなんでそんな弱腰なのと、え、なんでこれ質問しちゃいけないのと思った時はね、忘、ま、れ、あ、そういえば昔こんな動画見たなというのを思い出していただければと思います。以上、アマゾン1サポーター、堀秀夫でした。